ペトラちゃんは見た。私はユズリハ、エトラ出版社のとある編集部に勤める社会人だ。ヒイラギ君、このコラムなんだけど。はい。これじゃ全然ダメよ。昨年の10月刊行のコラムとまるで違いがないじゃない。編集者たるもの、常に新しい情報を取り入れて新鮮なコラムを作るよう意識なさい。はい、すみません、ユズリハ先輩。かっこいい。相変わらずできる人だな、ユズリハさん。あんな仕事のできるクールビューティー、憧れるよね。はぁ、会社での私の評価はだいたいこんなもの。上からもそろそろ副編集長をと声をかけてもらっているところだ。ユズリハ君、そろそろ副編集長を。がしかし、私には会社の人間には見せていない裏の顔がある。それは、すっかり遅くなっちゃった。ただいま、よもぎくん。ごめんね、待たせちゃって。あー、それにしてもよもぎくん、今日も本当に素敵ね。大好きよ。あー、痛い。ごめんなさいね。それよりご飯よね。すぐ支度するから待っててね。あー、かわいい。この通り、私は大の猫好きで、飼い猫のよもぎくんにぞっこんなのだ。こんな裏の顔を見れば、会社の人たちは相当驚くに違いない。食べてる食べてる、かわいい。あー、おいしいね、よもぎくん。もっとたくさん食べてね。あー、ごめんなさい、お食事中なのに。私ったら。あー、痛い痛い。ごめんなさい、許して。よもぎくん、よもぎくんは他の子と比べてちょっとツンデレ度の高い子だけど、そこもまた愛おしい。そんなわけで、私は公私ともに充実した日々を送っていたのだが、この日を境に突然私の人生に変化が起きるのだった。10分後。え、誰かしら、こんな時間に。はい。こんばんは、私、西警察署の徳佐と申します。え、警察？はい、何のご用でしょう。ああ、すみません、夜分遅くに。実はあなたの上階に住む方から通報を受けましてね。え、通報？はい、すみません、どうしても放っておけなくて。上の階に住んでいるカリンと申します。あ、どうも、こんばんは。それでどうして私の家に通報を？特に何も思い当たることはないのですが。え、そんなことないでしょ。私は1週間前に引っ越してきたばかりですが、ほぼ毎日あなたが暴力を受けている声をこの耳で聞いてるんです。え、恋人か旦那さんか知りませんが、女性に暴力を振るうなんて最低です。今日こそは許せないと思って通報したんです。DV 男、許すまじい。よもぎさん、知らんふりしても無駄ですからね。早く出てきなさい。ちょっと待ってください、誤解です。どうして DV 男をかばうんですか。いえ、確かに暴力は受けてますが、それは人間じゃなくて、この飼っている猫のことなんです。は？猫って猫。ああ、なるほど。驚くことに、上の階に住むカリンさんは私とよもぎくんのやりとりを DV と勘違いして通報してしまったようだ。ああ、痛い。よもぎくん、ごめんなさい。 DV？ 窓も開けていたし、私があまりにオーバーな反応をするから余計危機感を覚えたのだろう。すみません、すみません、私でもとんだ勘違いを。いや、こちらこそ紛らわしいことをしてすみません。この件はこれで終わり。これを機に上階のカリンさんとはよくお話しするようになったのだった。ということがあったのよ。急に警察が来るものだから、本当に驚いたわ。いえ、私たちはユズリハさんがそんなに出れることがあるっていうことに驚いてるのですが。本当意外です。先輩って家でもシャキシャキしてると思ってたので。そんなわけないでしょ。オンオフ切り替えないと息抜きできないじゃない。でも、ユズリハさんもプライベートじゃ猫と仲良くしてるなんて、なんだか親近感湧いちゃいました。普段私生活のことをお話しされないので、先輩の一面が知れて嬉しいです。うんうん。ああ、別に言う必要もないと思ってね。まあ、職場の交流を深められるのなら、こういうプライベートな話をするのも悪くないかもね。先輩、よかったらよもぎくんの写真見せてくださいよ。え、いいわよ。わあ、かわいい。でしょ。そしてこの数日後、私はさらにとんでもない事件に巻き込まれることになるのだった。とある日の夜、
もぎくん、今日も遅くなってごめんね。いい子にしてたかな。あ、よもぎくん、なんで、いつもなら玄関まで顔を出してくれるのに。よもぎくん、どうし、あ、え、なによこれ、まさか、泥棒。よもぎくん、どこにいるの。もう大丈夫だから出てきて。よもぎくん、よもぎくん、じゃあ現金も通帳も印鑑も無事だったんですね。はい。あとは他に盗まれてるものは。いえ、特には。ゆずりはさん、大丈夫ですか。何かあったんですか。かりんさん、実は泥棒に入られたようで。え、それはいいんだけど、よもぎくんがいなくて、逃げたのかさらわれたのかわからないの。私、どうしたら。ゆずりはさん、あなたは確か上階に住むかりんさんでしたよね。はい。隣人の話によると、20時10分前後で窓ガラスが割れる音が聞こえたそうなのですが、あなたは何か心当たりはありませんか。いえ、私はさっき帰ってきたばかりなので。ただ、ただ帰りがけに怪しい人は見かけました。黒い格好と帽子をかぶった男で、何やら慌てた様子で駅の方に走っていったんです。しかも、こんなものを落としていきました。これはどう見ても女性ものの下着ですね。一度家に荷物を置いてから交番に持って行こうと思ったんです。でもなぜかゆずりはさんの部屋が騒がしいようだったので、先にこちらに。やっぱり。ん、これ私のプレゼーです。え、うん、なるほど。ということは下着泥棒だったのか。すみませんが、他の衣類を確認してもらっても。はい。そして確認したところ、やはり私の下着の一部が盗まれていることが判明したのだった。許せない。下着ごときのために大事なよもぎくんを外に追い出したなんて。犯人の特徴は。マスクをしていたので顔はよく見えなかったのですが、背が高くて割と細身で、多分若いと思います。それから髪が少しだけ長い。もしかしてその人の髪色、紫色じゃありませんでしたか。ひらぎくん。はい。なんでしょう、ゆずりはさん。ちょっと会議室まで来てくれない。話したいことがあるの。二人きりでね。はい、喜んで。それで話とは何でしょう。実はね、昨日うちに泥棒が入ったのよ。お金は大丈夫だったんだけど、お気に入りの下着が盗まれて。へえ、それは大変でしたね。とぼけないで。あなたがやったんでしょ、柊木くん。やだな、ゆずりはさん。僕がそんなことするわけないじゃないですか。目撃者がいるのよ。飲み会の時に撮ったあなたの写真を見せたら、間違いないって言われたわ。他にも監視カメラの映像にバッチリ残ってるし、あなたが落とした私のブラジャーにも指紋が残ってたからね。それは正直に言ってみなさい。知ってるのよ、あなた私のことずっと前から好きだったでしょ。顔に出てたし、バレバレだったわよ。だからショックだったわ。そんなことしなくても、言ってくれれば私下着なんていくらでも見せてあげたのに。それは。やだわ、これ以上は言わせないで。だから本当のこと言ってちょうだいね。すみません、僕がやりました。そう。それでもう一つ知りたいんだけど、私の飼い猫はどうしたの。窓を開けた隙に逃げちゃったのかしら。いえ、僕が連れ去ったんです。その後適当なところで話しておきました。あら、どうしてそんなことを。だって許せなかったんです、あの猫のことが。畜生の分際でゆずりはさんの体に傷をつけて、しかもまるで奴隷みたいにゆずりはさんを扱うだなんて。だから追い出してやったんですよ。本当はそれが一番の目的で、下着まで取るつもりはなかったんです。本当です。下着はちゃんと返しますので、どうか僕と付き合って。黙れ、ゴミクズ野郎。おペラ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 と。誰がてめえなんか相手にするか。全部嘘だっつの、このクソ男。今の会話は全部録音させてもらったわよ。あんたにはきっちり豚箱に入ってもらうからね。そんな、ゆずりはさん、下着姿見せてくれるって話。
話は嘘じゃないでしょ。見せてくださいよ、お願いです。ざまんじゃないわよこの豚が。こうしてよもぎくんを追い出した犯人ヒイラギは逮捕された。さっきの話通り、ヒイラギが私に好意を持っているのをうすうす感づいていた。そこでカリンさんから聞いた犯人像とヒイラギが一致し、より確固たる証拠をつかむために奴に釜をかけたのだった。とにかく犯人が無事捕まってよかったです。でもよもぎくんのことが心配で心配で全く眠れなくて。そうですか。まだ何も情報がないんですか。連日付近を探し回ってチラシを配ったり、掲示板も毎日チェックしてるんですけど。よもぎくん、お願いします。猫？自分で帰ってきたんですね。よもぎくんもゆずりはさんが恋しくてたまらなかったみたいですね。なんだかとても嬉しそうです。大切な家族ですから。その後よもぎくんは動物病院で診察を受けたが、少し痩せたこと以外何の問題もなかった。こうして私たちはいつもの日常を取り戻したのだった。はい、よもぎくん、ご飯よ。ただゆずりはさん、担当ページを仕上げたのでチェックをお願いします。はい、すみません先輩、コーヒーが切れてましたね。私お代わり持ってきます。少々お待ちください。ありがとう。あの時ヒイラキに釜かけ蹴りを入れた場面を後輩たちが覗いていたらしく。触んじゃないわよこの豚が。もう一つの私の裏の顔が明らかになって、何やらオフィスは私を怒らせないようにと緊張感が漂うようになった。やりづらいことこの上ないから、また飲み会でも開きましょう。ご視聴いただきありがとうございました。普通に考えて、自分が愛してやまない猫ちゃんのことを勝手に連れ去って外に話した人のことを好きになれるわけがないですよね。というかそもそも勝手に家に入ってきている行為自体気持ち悪すぎますって。本当に好きならこそこそと変なことしてないで、正面から思いを伝えるくらいのことをしたらどうなんですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。